みんなで空気読み3出ましたね。いやこれねめちゃくちゃ楽しみにしてまして私なんてことないねあのゲームなんですけど、ツッコミどころが多いと言いますか、まあ要するにですねめっちゃ好きなんですよもうなんか喋るのめんどくさくなったんで、もう次行きますか。あのね今回のこのゲーム、なんか主人公はなんか女の子らしいんですよね。ほらなんか今下にねなんか女の子いると思うんですけど、左右してよく見えなかったと思うんですけどね、今下に女の子いるでしょ。今回ねあの子が主人公らしいんですよ。でねこの空気読み、この課題をねクリアしていったら空気を読まないステージっていうのが出るんですよ。それがめちゃくちゃ好きなんですよね。ここは自由に空気を読んで、もうめんどくさいで飛ばしますあの赤いキャラを操作して空気読めみたいな、まあ、そんな感じなんですよ。第1問、ここで空気を読むっていうことはきっとこの釣竿にこう、多分これでいい待って普通すぎ、待ってツッコミどころがないぞ、これ普通すぎだけどいいマジで普通すぎ。で第2問、あ、かわいい、ドラクエっぽいね。お前よくぞ来た。世界は、あ、これ A ボタンで早くできるね。ほんとドラクエっぽい。あ、待って読んでね待って読んでね。この世界を救ってはくれぬか。はい、救います。これが空気を読むってもんでしょ。そんだけそんだけなんかないの魔王みたいな。これは空気を読むってことは多分ね、このマヨネーズを、違う右の取らないけん、あ、待って、これは、これ、右に押して箱を埋める。多分こんな感じでいいでしょう。オッケーオッケー、さあ帰ろう。右に帰ろうか。ね、この棒人間よ。これでいい？本当に空気読んでんの？さっきのマヨネーズはちょっと違ったっぽいけどね。KY マート。左だね。多分こっちに並ぼう。あ、待って、しくった。こっちこっち。で、この白線。この線のところに、こう並んでおこう。多分これで合ってる。途中経過。まあ、さっきのね、マヨネーズがあったからね。あのマヨネーズが、あの右のマヨネーズ取ってたら、かなり読めてたんじゃないかな。それじゃあ第6問いきますか。いけない、遅刻遅刻。パン加えてますね。これは、空気を読むってことは、ちょっと待て！誰だあいつ明らかにヤバかったよね今の。狙ってるよ絶対キスを。第7問、お兄ちゃんお腹すいた、お兄ちゃんが何とかするから頑張るんだぞ。このお兄ちゃんシリーズ意外と好きなんですよ。ババ抜き選手権、いよいよ決勝戦、商品の寿司食べ放題はどちらの手に。こっちか。あ、待ってちょっと待って、もう選んじゃったね。まあいいか。え、何これ、葬儀場みたいな。取りますよ。ここでしょ、きっと。ここでいいよね。多分この中心で合ってると思うんですけど。ちょっと待って待って、なんでボタン押したら令和のが出てくんの。待って、令和2のあのおっさんじゃん。聞いてないって。待って、足邪魔。ね、お前子邪魔だよ。で、足崩してよかったの。で、大丈夫。待って、さっきのババ抜きがね、本当に悔しい。持久走大会。二人で一緒にゴールしようね。だね。あるよね、こういうの。合わせます。ね、合わせます。待って、ちょっと、そこの太ったお方。めっちゃ疲れてんじゃん。お前強いな。お前めっちゃ余裕そうだけど、二人で一緒にゴールしよう。ね。せめて空気を読んで、ゴールは譲ってあげよう、友人に。いけ、友人。オッケー多分これで空気読んだでしょ。パッパカパーンってなってたもんね。程よく読めてるっぽい。あいつ出てるね、あのキス魔人。それじゃあ次、第11問。うわ、ラブレター渡してる。風に乗ってあの人に届いてくれればいいのに。めっちゃロマンチストだね。あ、イケメン。さあ届けよう。これ多分ね、十字キーで操作して届けよう、あの人に。さあ届け。当たったえ、当たんのこれ。いや、キャッチしろよあいつ。あ、待って、これは逃げよう。ジャンプして逃げて、多分この穴に入れればいい。オッケー多分これでいいよ。第13問、さっきのマラソンの人だね。面白い動画見つけたの。うわ、楽しみ。これは広告スキップしよう。
はい空気を見合ってみたあれピオキングの画像にしとこうかな。ピンポン、あ待って、はえ、え連打してたらあーなっちゃった、まずいまずい、空気が、え待って動けねえんだけど、手が動けない、待って何これ、マジでね、十字キーでも 3D スティックでも動けなかったんですよね、あの腕わかんないな。今日は草野球の試合だ。これあれ あったよね、スーパーマリオで。これ野球のあれを図柄揃えろみたいな感じだよね。わからんくねこれ、ここ、どこに行くんだあいつ、どこに行くんだお前は何しに来たんだ、ダンスじゃねえんだぞ。第17問、次はこれは、あ待って違う違う、お、あここは、あ空気読むってことはこのおばあちゃんを譲ろね、おばあちゃん行っていいですよ、ちょっと待って今一瞬やばいことしたけど、おじいちゃんか、おじいちゃん座っていいよね、これで空気読んだんでしょ。なんかところどころね操作できないっていうか、ちょっと操作方法がわからんのがあってね、あいついるよ、ベルトにラブつけてる人、頭おかしいんじゃねえのっていう感じなんですけど、これはちょっと待って、あどうすればいいの、あこれ入ったらいけんのじゃない、多分フェードアウトせないけんみたいな、多分そんな感じですよね。で第19問、熱いのかな、開けよっか扉開けよう、うるせえどうすりゃいいんだ、ちょっと開けるみたいな、えこれ熱、全部開けたらうるせえちょっとにしよう、うん、どんくらいでいいの、あ待って A ボタンでなんか壊せるんだけど、ちょっと長いねここ、どうすればよかったんだろう今の、さあぶっ壊したらダメだとは思うんですけど、私はニュートン、今何かがひらめきそうな気がします。待って A ボタンでジャンプできるんですけどやべえやべえ、これリンゴ落とすんじゃない、リンゴ落ちてくれ頼む、押し来た、多分あれでしょ、ニュートンって物理の法則みたいな、重いものは下に落ちるみたいな、なんかそんな感じじゃなかったっけ、ちょっと詳しくないんでねわからないんですけど、これは、待って、ちょっと待って、違う、どこ行った、あ、あ、違う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 、待って一回戻ろ、一回戻ろ、で、カタンチになったら左、こう、多分これで合ってる、止めんなって誰だよあいつ止めてるの。第22問、これは、あ、ダメダメ、まずいまずい、いや違う違う、立って、ちゃんと姿勢よくしよう、うん、姿勢よく、ちょ待って、これずっと右押しっぱなしにしておかないとダメ、多分それでいい、座ってねいじればいいんだけど、これは歯車が回ってる、どうすればいいんだ、上で違う、左左左、オッケーオッケー、でこれどうやって歯車回すの、めっちゃ落ちてってるんだけど、歯車が回んねえ、歯車がどうすりゃいいんだってこれ、あ、わかったわかった、これ 3D スティックであのくるくるくるってすればいいんだ、ね、わかる、あの円を描けばいい感じ、 3D スティックで、もう操作方法がマジでわかんないんだよなこのゲーム。さてカニさんがいますね、カニさんはこう右に避けておきましょうかね、右に避けて、違う感じこれ、違う感じ、合ってる今のいや難しいね、東京でも頑張って、うん友人絶対手紙書くから、うん、それじゃあまたね、これ走るやつじゃない、ねえ待って、行かないで、実は寂しいんだ友人、本当は寂しいんだよ私ね、顔こんな真顔だけど実は寂しいんだよ、行かないで、どこに行くの、東京に行くの、そんな、待って走る走ってる今回の5問は、あ、あからさまに読めてるっぽいってきたね、今飛ばしたんですけど、よかったんじゃない、歯医者に来ました、ドキドキ、歯医者痛いよね、でも意外とね僕歯医者好きなんですよ、痛かったら手を挙げてください。
痛いもん今ね。僕これ聞いてるんですけど痛い、もう歯が痛くなってきた。これね、痛いでも手を上げないのが空気を読めてるんですよね。多分そんな感じでしょ。うわやべえ絶対痛い。これ待って、足バタバタしてる。ちょっと落ち着いて。多分今のは空気読めてるね。我慢した、えらい。これは合体する感じだね、ロボット。待って、どれと合体しよう。一番左だね。ちょっと個人的に真ん中の人とね、合体したいんですけど、多分これで合ってる。で、うん、これでね、なんか日本を救うみたいな感じでしょ。これは？ルンバ、ルンバ乗ろ、ルンバ。オッケー、これで猫ルンバ完成みたいな。これ映えるね。これ YouTube に載せたら多分25万再生ぐらいいくよ。猫にルンバ乗せてみたみたいな第29問。これは隠れよ。 OK で、ここに隠れて、いいね。これでしのぐ感じでしょ、この場をやり過ごすみたいな。そして第30問。これは、あ、ごめん遅れちゃったみたいな感じかな。うふふ、いいのよみたいな。あ、待って、なんかゲージがねできるんですけど、これはなんだろう。一番下かな、これ。チュッチュチュッチュしてるから絶対、あ、謎すぎ。いや今のちょっと意味わかんない。途中経過。今回の5問はそこはかなかく読めてるっぽい。今日ね50問まで一気にいきます。これシーソーだね、多分。このまま上ジャンプ、オッケー。あ、飛びすぎ、待って戻ってくれ。オッケーどこ行ったんだ右の人。いや結構マジで操作難しい。ダウンロード中。もうちょっと早くできないね、もうちょっと早くしようね、もうちょっと早く、もうちょっと早くできない。これちょ、オッケー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 、よし、いい感じじゃない今の。これアプリであんのかな、みんなで空気読み3って。さて使用中、第一会議室。顔がマジだな。続きましてこちらの資料をご覧ください。ここだね。そう、この棒のところに合わせよう、カーソルを。で下で、こっち。そう、待って、結構動かすなこの人大丈夫かな、さっきから読んでる。オムライス、これなんか書くんじゃない、なんで書こう。好きって書こうか、多分そんな感じ。す、き、絵心が全くないんですけど、なんて書けばいいの。 なんで好きなんだ今のなんで好きってな思ったんだろう。さて昼食でも食べようか。お腹ペコちゃんや、かわいいよね。うわ、ビーフ出てきました。美味しそうですけれどもね、この絵。うわはは、隠そう、待って、まずい、今の絵はまずい絶対隠した方がいい。なんか怖かった今の牛。途中経過。今回の5問は程よく読めてるっぽい。結構ね絵連打しちゃうんで、飛ばしちゃうんですけど、これは杉浦謙信だね。違う、待って、あ、上杉謙信か。上杉謙信多分みんな知ってるよね、歴史上の人だね。まあどんな人かはちょっと忘れたんですけど、上杉謙信っていう名前は知ってます。今日は彼氏とデートだ。またこれ、これスーパーマリオ3やったっけの、あったよね、これで息アップかなんかするやつ。これもうぶっちゃけさ、もう分かんないから、この辺でいく。もう今野球が出てんじゃねえよまたこいつか、しかも、うわやべえこれやべえやつだ。あ、でもパッパカパーってなったよ、合ってんのかな。いや絶対合ってないと思うけど、彼氏とお化け屋敷だ。彼氏結構イケメンだけど、あ、びっくりしよう、今ちょっと一瞬やばかったけど、もう一回びっくりする感じ。はーい、多分これで合ってる。あ、抱きつくんじゃない、これで合ってる。怖いよねえ、怖いよ、彼氏助けてみたいな感じ。違う、こうえ、合ってると思う。次はジェットコースターだ。
多分ね、今僕ジェットコースター、ああこうね、うん、上に手上げる感じで、これ結構するの勇気いるよね。こう多分ずっとこれでいいの、前なんか動いてないけど。待って、今の空気読んでないよね。そうこう多分これで合ってる。なんかねよくわかんないよねこのゲームって。あ、うるせえ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 、ちょっと待って、あ多分これでいいんじゃない。彼氏につけてあげるのかな、もう片方。そういうのなんか可愛いよね、彼氏となんか右耳と左耳でつけるみたいな。でもさ、あのイヤホン取った時彼氏のさ耳くそがべっちゃりついてたら嫌だけど、いやいいよ、いや私出すって、ここは僕が払うから。でもう一回、大丈夫だって、そろそろ出よう。あそこまで彼氏さんに言われたらもう出るしかないよ、女の子はね。あんまりねこういや払うよって言わんでもいいと思う。多分見てる女の子いると思うんですけどね。明日は野外ライブだ、待って、どっか行って、雨どっか行って、いいね、吹っ飛ばせ、オッケーオッケー、あ吸い込め吸い込め、オッケー、野外ライブだったらあの全部吸い込もう、よしで、これも吸い込んで、待って、九州福岡も吸い込もう、オッケー、そして帰りましょう。名前わかんないけど、お天気なんとかさん、あれは、は今日本吸い込んだよね、何やってんのあのお天気さん。これは空気を読んで、こっち、ちょっと待って、うん、多分今ので空気読んでると思うんですよね。急になんか 50% のシール貼られたけど、これさっきも出たよね。あ、多分おじいちゃん来るんじゃない、ほらほら、おじいちゃん先行っていいよね、僕こっちに並んでおくから。多分これでね、おじいちゃんもあの待たせちゃったなっていう悪い感じはしないと思うんですよね。だから常にここで並んでおくのがベターだね。さあ残りあと5問ですね。今日彼氏に可愛くおねだりするまで3秒、1、はい、やべえやべえ、上向いちゃった。わかんないでしょ今の、上か下かだったらもう2分の1じゃんか。いつもさ2分の1系で外すんですけど、もうここでも外すなんて。よっぽどついてないんでしょうね。これは右行こっかな。あ、待って、邪魔くせえこの人、どうしようどうしよう、めっちゃついてくるなこの人。どうすればいいんだこれ、どうすりゃいいんだこれ。後ろ下がればよかったんでしょうね今の、多分今ので合ってると思う。次は初心者歓迎キャンプ体験ツアー。あ、待って、これ熱すぎ。あ、あれ、あ、なるほどね、あ、喜んでるあの兄弟、多分合ってるね今の。みんなで空気読み、これは2人で遊ぶんじゃないこれ、2人で空気読みする、多分合ってるよね。なんか空気読みの中で空気読みが出るって新鮮だよね。遭難しました、待って、起きれ、そう起きるんだ、彼氏寝るんじゃない、起きるんだ、死んでしまうぞ。待って、寝るんじゃない、起きてくれ。これずっとやり続けんのかな、あれ絶対お前きついよね。お客様にお茶出しして、お客様じゃねえ、水戸黄門様、緑茶だねきっと、ホット押そう、ホットこっち、多分これで合ってる。水戸黄門様はコーヒーとか多分飲まないね。オッケー、ちょっと入れすぎた感あるけど多分これで合ってる。途中経過、今回の5問良かったんじゃない、ほら程よく読めてるっぽい。はい、それじゃあ今日の空気読みはですねこの辺で終わりたいと思います。まあいつもですねマリオメーカーを、うん、やってるんですけど、まあこの空気読み見てくれた皆様どうもありがとうございました。できればねあの空気を読まないところまではぜひやっていきたいと思います。それじゃあまたね、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。